私も戦います。会の秩序を乱す者はこの私が排除する。よし始めるよ。今の私は止められないわ。よっ、慎重に行こう。とっておき見せてあげる。ちょっと怖い。落ち着いて行きます。少し様子を見よっと。やる気満々だよ。輝け。みんなで攻撃できるよ。逃がしに門道に門道になまっちゃってるわ。楽にはいかないわね。ぼんやりしてると細切れになるわよ。みんな思いっきり行くよ。カオスの目から逃れられない。恐怖をその体に刻むがいい。しろ。よし、体調は万全だね。焦りは禁物です。行くよ。それえい。えい、助かったわ。うん、準備できてるよ。こんな時は全力を出しまよ。モンドン。どうなっても知らないよ。どんどん攻撃です。面白いじゃない。行きますよ。えい。カラスの目からは逃れられない。恐怖をその体に刻むがいい。目が回る。輝け。逃がせないんだから。ここからだ。すごいの、行っちゃおうかしら。そろそろ本気で行こうよ。この攻撃受けてごらんなさい。このまま安らかにおやすみなさい。よし。フラフラします。行きますよ。それ、準備できてるよ。泣くにはいかないわね。今の私は止められないわ。ぼんやりしてると細切れになるわよ。少し様子を見よっと。目が回る。輝け。よし、片付けちゃいましょう。攻撃できるね。フラフラします。行きますよ。泣くにはいかないわね。力を合わせるよ。うん、準備できてるよ。こんな時は助かったよ。逃がしはしない。落ち着いて行きます。これでバッチリだよ。あ
当たれ。あ、ありがとうございます。本気で行くから。面白いじゃない。私だってやればできるんだから。いけカラスの目から逃れられない。恐怖をその体に刻むがいい。なまっちゃってるわ。詰めるわ。ほらほら、どこを見てるのかしら。いつでも大丈夫。こんなものかしら。あれがカラスの素顔。うじゃうじゃ虫みたいに群がって。な、何急に。それが仮面の下の本性ってことか。天才である私に勝てると本気で思ってるんだ。お前たちみたいな寄せ集めだ。メスだ。ギュヌ、バレリア、体は大丈夫なの。十分休ませてもらったわ。ここからは私が相手よ。大体あんたなんていらないのよ。私がいればそれで十分。いいわね、その性格。遠慮なく海の果てまでぶっ飛ばせるわ。そこが見えたね。やっぱり雑魚だ。あと一撃、それで十分。行くわよカラス。天才にはかなわないということを教えてやる。私をここまで手こずらせるなんて生意気。待て、そこまでだ。オリバー様、まさか血縁の会の会長。